再結成したグループナンバー愛の活動に注目が集まっています。2B の番組では、後輩の IM に優しく接する様子が披露され、好感度が上がっています。内部出演は確定しているものの、楽曲の発表はまだされておらず、そのミステリアスさにも注目が集まっています。また、平野さんがビール会社の CM に起用され、撮影が行われていると話題になっています。詳細な情報はまだ発表されていませんが、SNS は盛り上がっています。21年8月12日放送の桜井有吉座会に出演した時のトークでは、映画、かぐや様は乗らせたい、の撮影時、橋本環奈さんが声をかけ、俳優たちで集まる機会があったそうなのですが、平野さんは一度も顔を出したことがないとのこと。橋本環奈さんからの誘いを断っている理由として、忙しいから、と言っていたものの、夜のトーク中に、あれは嘘です、との見解に行かない本当の理由は、集団行動が苦手という理由とともに、お酒が強くないから、みんなのペースについていけないと語っていました。また、5月18日放送の2時間スペシャルに出演した際には、お酒について語ってた失敗談を振り返っています。この日、平野紫耀さんは人気企画であるグルメチキンレースに登場しました。この日のテーマは私の黒歴史で、出演者たちは次々に赤面エピソードを披露していました。高橋さんは20歳の誕生日を迎え、お祝いに参加した平野さんは、その次の日に朝から生放送があった。20歳ということで盛大に祝おうと思い、人生初めてのテキーラを飲んでしまったと話した。気づいたら裸で日テレを歩いていて、驚かせるほどの壮絶なエピソードを明かした。メンバーの大事な記念日だったため、かなりの時間飲んでいたようで、平野さんは午前4時半に迎えだったが、その時にマネージャーにバーに来てもらった。そのままオールで行くことになってしまい、告白した。仕事を優先するか、メンバーの記念を優先するか、天秤にかけたらちょうどビタッと平行だったんだ。とグループのメンバーを笑わせた。そんな話題の絶えない平野さんや、ナンバー愛を率いる 2B 社長の滝沢秀明氏が、23日にツイッターを更新した。滝沢氏は、黒塗りの日程については、シークレット案件であるため探らないで欲しいとファンにお願いしています。2023年の年越しイベントや所属アーティストの番組出演、年明けからのスケジュールを公表しており、CD 発売などの一覧表も公開しました。ただし、12月25日のクリスマスや1月1日の元旦については、黒塗りで告知のみとなっています。この発表を受けて、フォロワーからは、年末年始が楽しみになり、華やかなイベントになることに期待が寄せられています。平野紫耀さんのソロデビューなど、匂わせが見え隠れしていて、ファンから期待の声が上がっていました。今回のシークレット案件は、予想されていた日程と重なっていることもあり、憶測を呼んでいますが、十分期待できるのではないでしょうか。また、2B に所属するタレントたちが総出演する東京ドームコンサートの日程が、来年の3月14日から17日であることがついに決定し、公表されています。イベントのタイトルは、Heroes TOBE First Super Live と題され、全員が主役だという意味が込められていると言われています。1公演で5万5000人が入場すると想定され、4日間でトータル22万人を動員予定としています。さらに、滝沢秀明氏や出演者の 2B メンバーたちが各社の取材に応じ、東京ドームでのコンサートについて意気込みを語りました。取材に応じていたのは、基本的には 2B のメンバーであり、2B の会社の事情やイベントに関して滝沢秀明自身が大の場で言及したのは今回が初めてとなります。しっかりと整理された言葉で、なかなか受け答えがしづらいような、過去にはタブーとされていたであろう質問に対しても、質問者の目を見て一つ一つの事柄に真摯に向き合い受け答えをする姿が非常に印象的でした。
滝沢秀明ならではとも言える細かな説明が行われました。 2B が東京ドームを初のステージとしていらり、そこでコンサートを行う理由や意義について、日本のアーティストの聖地というか、日本の最高峰の会場からスタートして、それぞれが来年から新たにここで活動していくスタートをまずみんなできるというのが目標としており、それぞれの単独ツアーを開催しつつ、こういった全員参加のいわゆるフェス的なことも毎年できたらいいなと思っています。滝沢秀明はフルスの旧ジャニーズ事務所がジャニー喜多川元社長を設立したことについての考えを問われた際、正しいのか間違っているのかわからないですけどもと述べました。彼はスマイル UP の皆さんが新たなスタートを切る時期でもあると思い、過去のジャニーズ時代のタレントさんは大切だという気持ちが変わっていないため見守りたいと語りました。滝沢秀明氏は旧ジャニーズ事務所を敵とみなさず、各事務所のタレント同士は今でも仲が良いことを理解しています。そのため 2B メンバーとの共演にも全然問題がないと断言しました。またナンバーの平野翔さんは、僕もファンの皆さんに会うのが楽しみ、早く皆さんの声を聞かせてほしいですと語り、岸優太さんは今のうちから皆さんにも準備しておいてほしい、風邪をひいて本番当日行けなくなったなんて言われても困ります、皆さんも楽しむ準備をしておいてください、絶対に楽しませますと、ナンバーのメンバーらしい優しくも熱いメッセージをファンに届けました。10月に平野さんと神宮寺さんが岸さんの 2B 入りを発表し、同時にナンバーの結成を報告しており、グループとしてのスタートラインも東京ドームでしたね。平野さんは元ジャニーズ事務所、現スマイル UP で、現在は 2B の代表を務める滝沢秀明社長に、すごい器が大きくて男気もある方、いい意味でもわがままを言えるというか、僕たちがやりたいことをちゃんと聞いてくれると語っています。2023年12月24日のクリスマスイブからアベマで無料配信をスタートさせた 2B の夏休み、ハワイ独占密着、新たな決意、滝沢秀明氏率いる 2B 所属タレントの素顔が垣間見える全4回、120時間にわたる密着映像だ。岸優太、神宮寺優太が結成したナンバーアイ、元 V6 の三宅健に、元キス MYFT2 の北山博光、そして旧ジャニーズジュニアのユニットインパクターズからグループ名を変更してデビューした IMP の6人、この 2B による大型企画と、豪華メンバーを牽引するのはもちろんタッキーこと滝沢秀明氏、現地でショッピングを楽しみ、ジェットスキーやバナナボートなどマリンアクティビティに挑戦したりと、ハワイではしゃぐ少年たちの姿はファンにとって楽しみな年末年始になるのは間違いない。旧ジャニーズ事務所にとってハワイは特別な場所です。元社長の藤島ジュリー景子氏を含めた一族が別荘を持っており、